スペインの2年半の総得点をわずか28分で上回った選手がいる、ルカ・ヨビッチだ。今回は彼の簡単なキャリアと28分の得点を見ていくぜ。マリサ、なんか雰囲気変わった？お年頃だからな。それもそうね。行く坂かい。帰って響き、いいよね。ルカ・ヨビッチは1997年12月23日生まれの現在24歳。ボスニア・ヘルツェゴビナ出身のセルビア代表。現在はイタリアセリエ A のフィオレンティーナに所属している。父親も元サッカー選手で、浅野が在籍していたパルチザンなどでプレイしていた。給与未払いのイメージが強いわ。浅野のはほとんど支払われていなかったしな。あの件って結局どうなったの？当たり前だが、浅野サイドの主張が認められ、未払い分約6400万円と 5% の利子の支払いが命じられた。給与のトータルがわからないけど、6400万円が未払いならほぼ支払ってなかった感じね。ゾッとする話だわ。ただ働きもだけど、生活に関わるもの。そうだな。さて、話を戻そう。ヨビッチはセルビアのクラブ、レッドスターに加入。このクラブでスタンコビッチの持っていた、最年少出場記録を塗り替える16歳5ヶ月後かでデビュー。スタンコビッチ懐かしすぎる。さらに、その試合でプロ初ゴール。史上最年少記録も塗り替え、結果的にこれがレッドスターの優勝につながった。この後ポルトガルの名門ベンフィカに移籍したが、思うような活躍ができず、移籍することになった。ヨビッチってフランクフルトですごいイメージがあったけど、過去もめちゃくちゃうまくいってたってわけじゃないのね。そうだな。ベンフィカでうまくいかなかったヨビッチはそのフランクフルトで才能を開花させることになる。こんな感じでサッカー全般を扱うので、興味がありましたらチャンネル登録、高評価お願いします。2017年にフランクフルトに移籍。監督のニコ・コバチ監督の下で躍動する。第4節での初ゴールをはじめ、2017-18 シーズンは8得点を記録。カップ戦のポカールでは、準決勝のシャルケ戦で決勝ゴール。チームは決勝でバイエルンを破り優勝した。確か翌シーズンもすごかったわよね。そう。翌シーズンは第8節で5得点。1試合での5得点最年少記録を更新した。これらの活躍から2019年にレアルマドリードに移籍することになった。第11節アディショナルタイムに勝負を決める移籍後初ゴールを記録し、このまま行くと思われたが、例のウイルスによる隔離期間を無視してパーティーに参加し、猛批判を受ける。おいおい。これ以外にも素行不良が相次ぎ、当時の監督、ジダンが見切りをつけて一度フランクフルトにレンタル移籍で戻ることになった。当然だなぁ。レンタル移籍したフランクフルトでは最初こそ活躍したものの、その後失速。レアルに復帰するが、第16節の1ゴール1アシストが2021年シーズン最初で最後の得点となった。つまり、スペインでの2年半はたった3得点しか奪えなかったってことね。厳しすぎる。その苦労した2年半の総得点を次の移籍先でわずか28分で塗り替えることになる。フィオレンティーナに移籍するわけですが、移籍金は発生していません。その代わり、次回の移籍の時にレアル、マドリード、に 50% を支払う契約だそうです。ヨビッチは、まだ24歳ですし、こういうところは、本当に、レアルはうまいなぁと感じますね。そして7月12日に行われた練習試合で28分間で4得点を記録したというわけだ。やっぱり普通にいい選手よね。まあ、ベンゼマがなんかめっちゃすごくなった時期とも重なってしまったし、フランクフルトでの活躍を見れば実力は間違いないよな。しかし練習試合とはいえ4得点ってすごいわね。そうだな。あとは公式戦でどのくらい活躍できるか。そこに期待しよう。それではまた次回、戦うよう。右上のお知らせからはおすすめ再生リスト、サブチャンネルに行けるようになってます。右側がおすすめ動画、左が新着動画になるので、ゆっくりしていってね。やっぱりゆっくりしていってねがしっくりくるな。そうね。戦うようとゆっくりしていってねは悩みどころ。戦うようでいいだろ。そうね。戦うよう。